やっとお昼か。頭使うと疲れるな。ああ、こんな時は犬塚さんの匂い嗅ぎたい。俺がなんだって。犬塚？なんでてめえがこんなところにいるんだよ。なんでって、ちょっとお使いを頼まれてな。お使い？ああ、今度町内会の運動会をこの大学の施設を借りてやるんだが、その申請にな。なんでてめえがそんなことしてんだよ。は？地域の活性化は必要なことだろうが、そんなことよりお前の弁当うまそうだな。もしかして手作りか？だったらなんだって言うんだよ。ああ、てめえ意外と家庭的なんだな。きっといい嫁になるだろうな。うっせえ！うわ、何すんだよ。唐揚げ急に口に突っ込むやつがあるかってのは。どうだ。ああ？どうだって聞いてんだよ。何がだよ。何でもねえよ。変なやつ。お、唐揚げめちゃくちゃうまかったぜ。今度作ってくれよ。なんでてめえなんかに。だよな。じゃあ勉強頑張れよ。唐揚げごちそうさん。ち、二度と来るな。私はあまね、21歳の大学生だ。今のは犬塚。家同士の関係が悪く、私たちも敵対しているのだけど。犬塚さんに唐揚げ美味しいって言われちゃった。絶対作る。絶対犬塚さんに作っちゃうんだから。でもどうやって渡そう。まあそれは後で考えればいっか。こんな風に犬塚さんを私は大好きなんだ。一部の人以外には絶対にバレないようにしてるんだけどね。ああ、もうこんな時間。次の講義が始まるからさっさとお弁当を。って、あれ？よく考えたらこれって関節キッ…鼻ジュブー！パタ。よし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 、あまねの後をつけてて正解だったわ。大チャンス。今のうちに。よっしゃ、ゲット。やめて、カホなの。気絶しながらなんか言ってる。あんたなんかには不要よ。あれ、私何してたんだ。ああ、そうか、鼻血を出して倒れちゃったのか。あっちゃー、もう講義に間に合わないや。でもいいことあったからよしとしよう。そして私は家に帰った。お父さん、ただいま。今日は夜ご飯にお父さんの好きなペペロンチーノ作ってあげる。あまね、なんか機嫌よくないか。え？そんなことないよ。いや、そんなことあるだろ。テンションいつもと全然違うぞ。ああ、実は犬塚…犬塚だと？ああ、いや、なんでもない、なんでもない。お父さん、なんでもないからね。なんか怪しい。なんにも怪しくないって。まあいい。おー、ところであんまね。何？腕時計はどうしたんだ？腕時計？つけてるじゃん。って、どこかに落としてきたのか？いや、そんなはずは。落とすはずがない。だって外してないもん。天国のお母さんにもらった大切なものなのに。それに、あれはうちの家宝。何か心当たりはないのか？あ、どうした？私、今日気絶したの。気絶？うん、犬塚。ああ、なんでもない。犬塚！あいつのせいで時計を失ったってことか。あ、いや、そうなんだな。犬塚許さん。どうしよう、本当のこと言うわけにもいかないし。犬塚さん、ごめんなさい。そして私はとりあえず警察に遺失物届を提出。見つかったらすぐ連絡しますね。ありがとう、サトル。本当に見つかるんだろうか。今頃売られちゃってたりして。チッ、ねえか。平次、そっちは？ないっすね。たく、誰が持ってったんだよ。犬塚？あまねじゃねえか。何してんだよ。てめえの親父がすごい剣幕でうちに来てよ。俺のせいで家宝の時計がなくなったって。ああ。それで探してたんだ。身に覚えはねえが、俺のせいなんだろ。なくなったのは。いや、それは、てめえなんかに探される筋合いはねえ。探すのなんてやめろ。いや、やめねえよ。あ？なんでだよ。てめえの大事なものなんだろ。
俺のせいじゃなくても探すさ。余計なことを。そう、余計なことをしてんだ。だから気にすんな。よし、じゃあ向こうを探してみるか。よかったね、アマネ。別に嬉しくなんか。こいつは高校の時の同級生の平次。犬塚さんの仕事仲間で、犬塚への私の思いを知る数少ない人でもある。本当はめちゃくちゃ嬉しい。また鼻血出るかと思った。本当はそれで気を失ってる間に取られたんなら。そうなんだよね。ああ、犬塚さんに悪いことしちゃったな。でもありがとうね、平次も探してくれて。どっちが困ってんだから探すのは当たり前だろ。よし、俺は犬塚さんと反対側を探すかな。ああ、私は人に恵まれてるな。絶対見つけたい、あの腕時計。その翌日。ああ、結局見つからない。おい。犬塚さん？じゃなくて、犬塚、なんだよ。こいつ知ってるか。あ？こいつは秋？私と同じゼミのやつだ。こいつがどうかしたのか。大学中のやつに聞き回ったんだが、あの日お前が気絶してる時に、そいつがお前のそばに寄ったのを見たってのを聞いたんだ。秋が？そういえば。どうした？秋、この時計に興味持ってたかも。は？いくらぐらいで買ったのって聞かれて、これはお母さんの形見、値段は知らないって言ったら自分で調べてた。それ怪しくねえか。怪しい。でも証拠が弱すぎるんだよな。ちょっとそいつに探りを入れてみろ。うん、わかった。その日の昼でさ、拓也くんったら超ウケるんだよね。イケメンでかっこいいとかすごくない？私惚れちゃうかも。あ？こんにちは。何よ、あまね。単刀直入に聞くわね。私の時計知らない？時計？時計ってあの腕時計のこと？うん。知るわけないでしょ。なんで私が知らなきゃいけないのよ。え？何？もしかしてなくしたの？あんな高い時計。この前私が気絶して倒れた時に亡くなったの。その時にね、秋が近くに来たのを見たって人がいるんだ。もしかして私のことを疑ってるわけ？信じられない。私が3000万円の時計なんて盗むわけないでしょ。ずいぶん詳しいのね。そりゃあの時調べたから。ほら、ご飯食べてるんだからあっち行ってよ。お食事中悪かったわね。ますます怪しい。そういえば秋、整形したって噂もあったんだよな。いや、噂ではないだろう。かなり顔が変わってるし。もしかして。どうだった？あ、犬塚さん。いや、犬塚、さっきから突然現れるんじゃねえよ。驚かし悪かったな。で、どうなんだ？めちゃくちゃ怪しい。でも証拠は。そうか、自白はしなかったか。え？実はな、お前が聞きに行ってる間に平次から連絡があって。そうだったの？その日の夜。大丈夫よ、なんとか借金返せそう。そりゃよかった。値段を調べてからずっと目をつけてたのよね、この時計。この時計を売って整形しようとしてたのよね。でもなかなか盗むチャンスがなくて、我慢しきれず先に借金して整形したのよ。そうか。ね、あれだっけ、返済の額が安くなるように借り換えさせてくれたんでしょ。ありがとね、闇金なのに気が利くじゃない。そりゃどうも。ここだ、あとは一人で行ってこい。ありがとう、優しい闇金さん。本当にラッキー。整形してからモテまくりだし、人生バラ色。あんな地味女にはこんな高価な時計似合わないし。まあいいわよね。失礼しまーす。借金返しに来ました。これ3000万円するんで、借金全部チャラで。ああ、返してくれるのね。え？こいつか、うちの家宝を盗んだやつは。どうしてくれましょうか。こいつ終わったな、うちの家宝を盗むなんて。うちの家宝を盗んだ？何言ってるの。これは大学の同級生から。その同級生の名前は？アマネ。私がそのアマネだよ。え？アマネ？ああ。いや、アマネはもっと地味。メガネかければわかるか。あ、
マネがこんなところで何してるの？何してるって、ここはうちの組の事務所なんだよ。うちの組？そう、ヤマンバ組のな。私はヤマンバ組の組長の娘だ。ちょっと何の冗談？冗談なんかじゃねえよ。ああ、俺の娘だ。ちょっと待ってね。じゃあ私は噂組からヤマンバ組に借金を借り換えることになって、ヤマンバ組の家宝の腕時計で借金を返そうとしてるってこと？そういうことだな。これってやばいんじゃ。やばいだろうな。ちょっと待ってよ。なんでよ、あまねヤマンバ組の組長の娘だなんて一言も言ってなかったじゃない。誰がヤクザの組長の娘ですなんてアピールすんだよ。バレないように地味な格好してるぐらいなのに。そうだよね、確かに。じゃあこの時計は返すね。これでチャラでいいかな。いいよね。じゃあ私は失礼します。よくそれでいいと思うよな。いいわけないだろうが、うちの家宝を盗んでんだぞお前は。そしてうちに借金があるんだ。その腕時計でチャラってことになったりしない？なるわけねえだろうが。頭湧いてんのかこれ。むしろ借金プラスだ。そうだな、慰謝料3000万円プラスだ。3000万円？あのな、てめえが腕時計盗んだせいで噂組と抗争になるかもしれなかったんだぞ。私のせいもあるけど、3000万円じゃ安いぐらいだ。よし、こいつから6000万円きっちり絞り取れ。わかりました。どんな仕事させようかね。待ってよアマネ、私たち友達でしょ。友達をそんな風に追い込めるの？人の宝物を奪うようなダチは私にはいねえよ。ミツル、サクヤ、遠慮はいらねえからな。だってよ、終わったな。ごめんなさい、私が悪かったよ。今さら謝罪したところで遅いんだ。ラストチャンスはあったのにな。ラストチャンス？お嬢が食堂で聞いたとき、素直に謝ってればここまでにはならなかった。その後秋はというと、一応大学に通いながら昼夜問わずアルバイト漬け。死にそうな顔色して大学に来てるけど、まあこれぐらいで済ませてあげたんだから感謝してほしいぐらいだよね。それにしても腕時計戻ってきてよかった。おっせえな、いつまで待たせてんだ天音のやつ。もう昼過ぎてんじゃねえか。腹減ったんだけどな。待たせたな犬塚。ほんとだよ。で、今日は何の用なんだ。もう腕時計は手元に戻ったんだから俺に用はないはずだろ。いや、ある。ああ、てめえにこれを持ってきた。なんだそれ、開けてみろ。なんだ、なんか危ねえものでも。唐揚げ？しかもこんなに大量に。なんでだ、もしかしてこの前のこと覚えてて作ってきてくれたのか。あ、いや、ちげえよ。たまたま作りすぎたから。そうか、いらなかったらいい。いや、いただくよ。うまい。本当にてめえ料理うまいな。よかった。じゃなくて当たり前だろうが。なんだよ、切れんじゃねえよ。あー、なんだか弱いな。確かにもっとこうインパクトが欲しいですよね。てめえサートル何やってんだよ。別に仲間に入れてほしいとかじゃないんだからね。てめえ相変わらずだな。あ、そうだサートル、あれ持ってるだろ。あれ、もう一個いただくとするかな。勝手にしろ。犬塚さんに美味しいって言ってもらっちゃった。本当に幸せ。あわよくばあんとかしたかったけど、さすがにそれは無理だよね。いつかできる日が来るかな。おい犬塚さん。あ、なんだよサトル。なんだよじゃないです、あなたを逮捕します。は？逮捕？なんで逮捕されなきゃいけねえんだ。俺は別に悪いことなんてしてない。そうよサトル、邪魔しないでよ。いや、今回ばかりは見逃すわけにはいきません。じゃあ一体何の容疑なんだ。
それは唐揚げいっぱい食べちゃった罪です。懲役3年の罪です。はあ、そんなめちゃくちゃな罪状ねえだろ。別に罪状が思い浮かばなかったわけじゃないんだからね。とりあえず逮捕。おい、こいつ本当に手錠しやがった。ああ、せっかく二人で幸せな気分だったのに、なんでこう邪魔が入るかな。おい、サトル、いい加減にしろ。手錠外せ。ダメです。怒っても外しませんね、平次さん。平次、なんで平次が。なんかおかしいと思ったらてめえの仕業か。鍵を外せ。だが断る。犬塚さん、こうしている間もどんどん唐揚げは冷めていきますよ。せっかく天音が揚げたての唐揚げを作ってきてくれたのに。てめえが手錠外せば済む話だろ。手錠の鍵、あれなくしちゃったかも。はあ、サトル、てめえ、これは天音に案してもらうしかねえな。ですね、それ一択です。何言ってやがる。あー、冷めちゃいますよ。こんなに大量に作るの大変だったらね、美味しく食べてほしいだろうね。天音さんがかわいそう。天音、仕方ねえ。てめえは嫌だと思うだろうが、安心ろ。え、犬塚さん、ほら早く冷めないうちに。さ、俺たちは行くか、サトル。そうですね。サトルくん、平次、ありがとう。てめえなんで感謝してんだよ。間違えたんだよ。いいから食え。うめえ。でも許さねえ、あいつら。10分後。ごちそうさん、今まで食べた唐揚げで一番うまかった。ありがとうな、犬塚。例えばだぞ。例えば私が奥さんになったらどう思う。は、いいから答えろ。聞いちゃった。料理もうまいし、気量もいいし、思いやりがあるし、旦那さんになるやつは幸せだろうな。キャッチに。そんなことより鍵よ。って、おいおい、天音気絶してる場合か。はあ、しばらくこのままにしといてやるか。犬塚さん、ありがとう。大好き。あの後目覚めたらなぜか犬塚さんの膝の上だった。なんて日だ。なんて幸せなの。時計も帰ってきたことだし、いいことづくし。ああ、私こんな幸せでいいのかな。これからももっともっと幸せになろうっと。